こんにちは、ベンジです。スクールガールゾンビハンターの続きをやっていきます。今回は憎きマヤヤ会です。はい、 2-3 不気味な声、さゆりの優しさに心を動かされたマヤヤ、戸惑いながらも2人で巨体に戻ると、不気味な叫び声が廊下に響き渡った。はい、今日はちょっと面白いことになってます。いきます。スクールガールゾンビハンター。はい、下着会です。今回は遅かったな。あ、髪の色も変えました。救援物資はちゃんと持ってこられたか。みんな下着。まあね、さゆり大丈夫だった？怪我してない？うん、平気だよ。大丈夫大丈夫。アキア、あ、このシリーズね。いいえ、マヤヤちゃんちゃんと物資を運んでくれましたよ。ほう、そうか、ならいいんだが。貸し1な。うおーんだって。犬？犬っぽいね。行ったみたいですわね。なんか今までのゾンビとは違う声だったみたい。うん、私ちょっと様子を見てくる。もう危ないぞ。さゆり。マヤヤも。お？姫路。偵察なんて面白いものでもないでしょうに。物好きですこと。確かに。ライブラリー、図書館ですね。多分ここに入ったんだと思うけど。ピンク下着コンビ。ゾンゾンが図書室に用事とかなんだろうね。まさか勉強？お。え？変態っぽいね。人間の上半身を切り離して二人分をつなげた。こういうロボットあったよね。うわ、気色ある。どこのホラー映画。これは自然発生はしないよね。こっちに来る。動きが速い。キショイ。キショイって久々に聞いたわ。あっちにも出てきた。一匹だけじゃないの。倒すしかないね。もうしょうがない。行くよ。お、行こう。今はこいつが嫌いとか言ってる場合じゃねえ。雑魚ばっかり飽きた。お、すげえ太っ。え、え、なんだ、ボス、ボスかなんかだと思ったら。お、意外と弱いよこれ。うわ、足元にポップアップしやがった。意外と弱い。このすごいノックバックするのが弱いね。この色違いはちょっと強いのかもね。あの防御力というか体力が高い気がする。色違い。おっと。ええ、いやだから足元にポップアップしないで。まだまだ行くよ。ああ、また足元。ダメだ、ここら辺枠から離れた方がいい。ちょ、邪魔。よし、こっちな。これ拾っとこう。これマヤヤの。ああ、今度こっちか。なるほどね。確かにこれは楽しそうだわ。ああ、赤いのいる。みんな赤い。やべえ。これマヤヤの。あ、あべ。いや。
結構大変だなこれ。はまってるはまってる。あ、なるほどね、部活攻撃な。ほい、バッと野球部。いや、さゆり死にそうじゃねえか。部活攻撃、部活攻撃。あ、使えない。あ、それ死にそう死にそう。非常食よし。人には使えねえのかな。ちょっと待って、ちょっとこの武器変えよう。あー、いや、あー死んじゃった。 AED 使うか。 AED 持ってねえ。やべえ、初めて任務失敗かもしれない。やべえ、弾がねえ。バット。いや、バット弱えな。やべ、あ、危ねえ、危ねえ。あ、これなんか落ちてる。よし。いや、きつかった。でも、これで全部倒したかな。よかった。普通のゾンゾンだったら怖いかったのに。わ、いるよ。しまった、いった、やば、おりゃー。お、バッツ。見たか、桐崎高校ソフトボール部4番の力、場外ホームランだよ。マヤヤちゃん、ありがとう。別に俺なんていいよ。だってほら、こういう時は助け合いなんでしょ。これで借りを返したってか。マヤヤちゃん、あれ、こいつなんか持ってる。ん、なんだろう。メモ書き。うわぁ、なんかすごい綺麗な字。まさかこのゾンゾンが書いたんじゃないよね。違うでしょうね。これって外に繋がる通路？なんと、はい、 S 重傷で生還。なるほどね。イエーイ。ほい、じゃあもう一個いくか。罠？あ、久々に、この子はなんて名前だったかな。あーと、エナミじゃねえし、あれ、リサだったっけ。リサかな、この子は。罠、外につながる通路が記されたメモを拾ったサユリとマヤヤ。罠の可能性を疑うエナミだったが、レイの提案でその通路を探すことに。行ってみましょう。スクールガールゾンビハンター。全員バージョンだったね今。おお、全員揃った。1号館の地下に外へつながる通路あり、厳しく守備せよか。このメモを、その気持ち悪いゾンビが。そう、本当にもうね、すっごいきついゾンビだったんだから。これってゾンビたちに対する指示書みたいですよね。なんだって。意外とゾンビというのは組織的に行動しているらしいな。組織的。ゾンビのくせに生意気だ。本当だよな。リーダーみたいな存在がいたりするのかな。あ、あのフードだな。うん、こいつこいつ。こいつの字だってこと？さっきの。外へつながる通路。そのようなものがあるのならば、私ぜひ探索に行くべきと思いますの。そうだよね。いかがかしら。
もし罠だったらどうする？自分から敵の支柱に飛び込むのか？もうそんな、私はこんなところでじっとして救援を待つだけよりも、自らの道は自ら切り開きましょうと申しておりますのよ。その通りだ。それとも上条先輩は臆病風にでも吹かれたのかしら？なんだと？お、喧嘩か喧嘩か。ちょっと姉ちゃん、やめなよ。やれやれ。いいだろう、私も行こう。お、折れた、ね、本当に外に出られるならばそれに越したことはないからな。そうだよな。あの、私も行きます。リサも？だったら私も。いや、もう全員行くんじゃねえの？アキハをここに置いてくれ。行かないのね。そして少しでも疲れを取るんだ。はい。確かに連戦はきついからね。はい。じゃ、マヤヤも休んでるね。うん、そしてイメージは好きにしろ。リサ、何？サユリ、本当に大丈夫？怖くない？うん、平気だよ。その通路っていうのに、その興味あるし。よし、頼むぞ、久保田。久保田、頼んだぞ。ではパーティーは私たち3人ですわね。あ、やばいね。こん中じゃリサは弱いね。気をつけて、無茶はしないでね。では行くぞ。はい、頑張ります。この強い先輩2人に、先輩どっちも1人先輩か。それじゃあ私はこっちを探すね。わお、いきなり。そうだ、リサはアサルトライフだったな。リロード。よし、お前絶対殺す。なんかすげえとこにいるな。いきます。おっと、赤いわ。いや、ちょっと何これ。あ、あれ使おう。よし、めっちゃ早い。とりあえず拾っておくね。あ、犬任せた。いや、結構敵が激しいな。っていうかこのデカブツの赤とか出たら俺もう無理だと思うんだけど。出るかな。うわ、犬やろ。あ、危ない。一応トイレ見ておくか。お、トイレ。用を足してるゾンビがいた。あったぞ。え、めっちゃ血だらけになってる。おお、大丈夫か。おお、大丈夫か。ほら、よし、じゃあ行くか。あ、爆弾ある。リロード。リロード。やばい、血だらけだよ。やべ、正念場ですわね。本当にな。とりあえず拾っておくね。お、あべ。いや、これノックバックしてんじゃなくて避けてんのか。あ、気づかなかったわ。いや、結構やべえ。爆弾。あれ、よし。うお、犬。あ、
事業食食べよう。あ、全部食べちゃった。あ、激レアゾンゾンいたのか、ここ。非常食いっぱい出るね、ここ。あ、こいつは薙刀ね。リロード。リロード。犬コロ。よし、はめた。リロード。まだ生きてる。よし、リロード。うわ、いっぱいいる。うわうわ、リロード。危ない。いや、もう銃の振動で手がしびれてきた。あれ、今非常食あった。これもらうね。ああ、やっちゃった。え、何、毒になった。毒かな、これ。あ、毒だわ。毒直すんない、ないわ。非常食よし、OK。 冷静になれ。うわ、すげえ、耳元で江波先輩に喋られてる。お、上にもいる。あ、上は当たんないわ。下だろうな。いや、邪魔。邪魔だ。よし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 。血だらけ。よし、下行こう。よし。うわー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 。いや、邪魔。いけいけ。よし。あ、赤いのいる。あ、犬。これでよし。ですわ。お。あ、これは爆発じゃないか。いや、すげえ数いいんだけど。え、あと3分だって。急ごうか。てか無視して走ってってもいいのかな、これ。俺を無視すんな。部活攻撃。よし、こうやって使うんだな。部活攻撃。あ、ちょっとちょっと、やば。あっ、いや、え、ここ何、保健室。休んでいけない、いけないだろうな。え、っていうか HP やべえな。あ、激レアゾンゾン。よいしょ。よし、リロード。あと2分。え、どっから行くの。こっちか。おっと、危ねえ。近づいても割れんのか、あれ。
ちょっと無視して走ってっか。ここの下だな。いや、ここはちょっと無視できねえか。あー、やべ。リロード。リロードできた。うわ、死んじゃったー。カロンって読むのか。棒が強いけど下着の着用時間。はい、はい、下の階まで来ました。仲間はだいぶやられてるけど私は大丈夫です。結構突っ走っていきます。ここ、あ、ここ意味なかったんだな。邪魔、邪魔だ、邪魔だ。ってお前らが邪魔だ。よし、まったく。こいつらを盾にすればいいのか。リロード。いい。あ、これ何、ジェッティ。うわいいのかなこれよし、割った、いいね。これさ、今助けてくれる人、組織の名前だよね。バレバレ。よし、カロンいねえかな。いないね。え、どっから行くんだろう。あ、仲間がやべえな。よし、行こう。どっから行くんだろう。あ、こっちか。よし、行くよ。そうだ、さっきこっち来てたね。あべ。あ、仲間がやばいよサインが出た。邪魔。うわあ、ら、やべえ、二人死んでる。こっから下に降りんのか。あとは私に任せて。ちょっとリロードが、やべえ、ちょっと非常食。よし、はあ、リロードさせて。よし、投げだった。よっしゃ、はあ、よし、下行こう。いやー、まだいる。邪魔だ。拾っておくね。いや、いくらでも湧くな。よし、よし、降りよう。うわー、マジか、毒った。よっしゃ、終わった。はー、大変だ。何してんの、エナミ先輩。これだけゾンビが集まっていたということは、メモの命令は本当かもしれませんね。うん、しかし肝心の外へつながる通路というのは一体どこなんだ。やっぱりガセなんじゃありませんこと。ああ、がっかり。あれ、探そうって言ったのこの人だよね。久保田、何か思い当たる場所があるのか。開かずの間。お、開かずの間。何ですの、それ。何ですの。いえ、ただの物置らしいんですけど、1号館の1階で調べてないのはそこぐらいしか。わかった、ここまで来たんだ、行ってみよう。理解が早いね、えなみさん。ここか。本当
当にただの物置じゃありませんね。いや待て、隠し通路っつったからな。やっぱり外れ。まだ早いよ。あ、見てください、ここ。うわー、わかりやすい。床板が浮いてる。これか。よし、入ってみよう。あの、どうした？すごく嫌な感じがするんです。やっぱり入らない方が。なんでだよ。ここまで来て何を言ってますの？そうだよ。バカバカしい。久保田、怖いなら拠点に戻ってもいいぞ。バカにされてる。いえ、私行きます。行かなきゃいけないんです。なんか尻滅裂なこと言ってんな。ああ、カロンはあと2匹取ってないね。いやー、あの状況でちょっと探索難しいですわ。結構きつかったわ。こっからこんな感じ？結構大変、あ、レベルも低いからかな。これレベル上がるでしょ。うわー、一気に上がった。わー、武器も1個しか拾ってない。はい、ということで、あ、次、えなみ先輩だね。スナイパーライフルの。スナイパーライフルすぐ持ち帰るかもしれないけど、使いにくいから。はい、ということで、今日はこれで終わります。待ってよ。次回、あ、どうだろうな。1章は7までだったんだよね。2章の次5だから、次か次の次くらいで2章終わるかな。今度は多分ボスは出てくるでしょう。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。